こんにちは、柴田です。今回もズーム G2-4 の動画なんですけれども、先日千葉管楽器でこのねズーム G2-4 を JC のね120で鳴らす動画を撮りました。でその時にインプットとリターン、この2つに挿してどんな違いがあるかっていう動画だったんですけれども、まあ、インプットをね通常のこのインプットに挿して、リターンっていうのはこの後ろからこのアンプをですねスピーカーとして使うような方法ですね。まあ、これを試した時にですね、リターンはねちょっと音がこもってたんですよね。でふと思ったんですけれども、この設定、内部の設定で出力の設定をですねアンプとラインというのをですね切り替えができるようにこの G2-4 になっております。でこの間この出力をアンプにしてインプットもリターンも試してたんですけれども、今回このリターンをラインの出力に変えて出したらねめっちゃ良くなりました。もう家で作っていた音そのものな感じで鳴ってくれたんで、今後ね皆さんリターンにつなぐ際はこの設定、出力設定をラインにしてください。で今回このマーシャルの900と JC の120、この2つはねほぼほぼスタジオに置いてあるので使う機会も多いだろうと、まあ、それで今回リターンで鳴らした時にどっちの方がね皆さんお好みかというところで音の違いをね試していきたいと思います。でズームの G2-4 はフェンダーのツインリバーブのモデリング、まあ、いいブリブリ感ですね。非常に家で作った音に似てます。では続いてマーシャルのモデリングで少しねちょっと絞ってみましょうかね、ボリューム。なんか家で作ってた音がそのまま鳴ってくれてる感じで、全くストレスも感じないし音作りもすぐ済む。結構膨らみもしっかりしてて、もちろんヘッドホンで聞いてるよりも迫力あるし気持ちがいいですね。では続いてマーシャルのリターンに挿していきます。フェンダーのねモデリングで鳴らしていきます。マーシャルの方がねちょっとミッドが強めですよね。 JC の方がもっとフラットな感じがしました。で続いてマーシャルのモデリングで少しねボリューム絞って、ありますね。ミッドがグワッと出てる感じ、まあ、クリーンの時とね感じたのは一緒で、 JC はフラット気味、マーシャルねミッドがブイッと上がってるような感じですね。まあこれはね好みなんでしょうね。じゃもう一度 JC。まあ、これはね結構やるジャンルによってね変わってきますね。まあ、やっぱりゴリゴリのロックやりたいのであればマーシャルがいいし、 JC はねどんな音楽にもね対応できそうな感じですね。まあ、今回はねあくまでもリターンに挿した時でございます。まあ、リターンのいいところはやっぱりね家で作った音をそのままスタジオに持ってこれる、そこがね一番の利点だと思うんで、 G2-4 いい感じで家でね音を詰めていけるんじゃないかと思います。